はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はですね、サクスペの、現在来ているイベントですね、二刀流選手育成応援キャンペーンということで、ノーマルガチャからね、PN 以上のイベキャラが登場ということで、サクスペの方では多分このイベントは初めてだと思いますので、今回はね、この機に、PN 牧場についてちょっと、説明していきたいと思います。PN 牧場っていうのはね、何かっていうと単純に PN プラグを作り出して、どんどん開放していくっていう、ものなので、ガチャ引いて PN プラグを作り出しましょうということなんですけれども、ただね、サクスペの場合はこのノーマルガチャからね出現するキャラクターがもう完全に常設キャラだけになってますので、キャラはね、絞って、プラグを作り出していくのがいいと思います。でガチャから引くってことは要はボックスを、開けてなきゃいけないので、ちょっとねボックスがだいぶ圧迫されるっていうデメリットはあるんですけれども、有能キャラに関してはね、PN プラゴから R のプラゴを作り出してで、そこからね、PR プラゴを開放するというようなことができますので、余裕がある人は、この機にぜひやってみてください。で、その前にちょっとだけこの SRコントロール&変化球チケットのものが2つありますので、これ引いちゃいましょう。ちなみにキノコ持ってないっす、俺キノコ持ってないんでね、キノコ欲しいんですけど買っててくれるかというところではありますね。上位にね絡むとね選択権がもらえるんですけど、今回はもう全く走ってないので、あそう俺アバタも持ってないやアバタくんとホープはもうプラゴになってたような気がするな。でも新しいキャラが入ったんでよしとしましょう。でもうひたすらだからガチャを引いていく感じです。ボックス満タンになるまで。じゃあボックスがいっぱいになるまで引いたら、あとは必要なキャラを解放して、いらないキャラは普通にレベル上げに使っちゃいましょう。ちょっとレア度順に並べます。でメガネ登場ちょっとレベル上げるかの前に誰をくっつけるか決めよう。あとここら辺のゲドとかももう消費しちゃおうか。で仮にね R とか持ってなくても、PR のPR じゃねえや、PN のプラゴを保存しておくのもいいと思います。R くらいだったら多分割とすぐガチャ引けば手に入ると思うんで、カマカリはちょっと取っておきたいね。この中でいくとリョーチンとかはいらないかな。イノとか取っておくか一応。ちょっと悩みますけれども、なんかほとんどいらないな。ほとんどいらないんでちょっと強化に使おう。相良さんは取っておくか。こんな感じでね、またボックスを開けたらガチャを引くと。でお目当てのキャラをどんどん重ねて、いらないキャラはレベル上げに使っていく。もうひたすらこの繰り返しですね。もう一旦やりますか。で時々ね R も出てくるんで、ただ田中山くんと一条は特に必要ないね。なぎちゃんは欲しいね。マグロも欲しいね。虹谷も取っておこうこうやっていくとね、なんかこうどんどん
ボックスが圧迫されて、そんなにね、今の空き状況だと何キャラも手持ちに置いていけないんで、ノーミさんは取っときたい。あ、登場もちょっと上げたいよね。メガネ登場解放したいから。まあそんな感じで、とりあえず PN のプラゴを作り出して、まあ R に突っ込むと、それでね、ちょっとでも、上限解放していくっていうのが、PN 牧場になりまして、まあガチャのね、コインなんてこういう時にしか使わないんで、ちょっと面倒ではありますけれども、まあどうせ使わないんだったら、こういう時に、まあ使っておいた方がいいと思うので、まあこれくらいしかね、使うことないんで、まあぜひこの機会にね、PN 牧場、やってみるのもいいと思います。まあそんな感じで、今回はこれで終了します。まあちょっと一応 PN 牧場っていうのが今回できるよっていう、紹介になりますので、まあこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。